転々と罰金だけで済んだと思い、時間のゆとりを持つように心がけて運転するようにしています、という水上さんからのメッセージ。やってしまったことは仕方ないと思います。でもそのことを自分への戒めとして、今後は運転に集中して安全運転を心がけてくださいね。ラジオの前のあなたもお願いしますよ。トシカツさん、ありがとうございました。さて、今年に入って県内の交通事故ですでに130